今週のキックオフ新州はいよいよ開幕する J3 リーグ、開幕戦に向けた両クラブに迫ります。やばいやばい。さらに私安藤千佳奈がリフティングに挑戦、プロ直伝のコツで上達する。こんにちは。こんにちは、キックオフ新州です。さあ今週は安藤千佳奈ちゃん、よろしくお願いします。そして土橋ひろゆきさんです。お願いします。よろしくお願いします。千佳奈ちゃん、なんか今日表情硬いですね。緊張してます。緊張してる。ちょっとこの後それは理由分かる。あれ何なんでしょうか。ガチガチ。さあいよいよ明日ですね、バルセロナで山が開幕戦を迎えるということで、その情報もたっぷりお伝えするんですが、まずはこちらのコーナーからです。安藤千佳奈サッカー始めました。ということで今回6回目になるんですけれども、前回宿題でリフティング10回というお題もいただいたんですけれども、家でねちょっとこう練習とかをしているんですけど、ちょっとリフティングが苦手なので、今回お二人に教えていただきたいと思います。大久保舞選手です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。バルセイロレディース最多出演の大久保舞選手が今回リフティングの先生に。以前私が SNS で家でリフティング練習動画を上げたところ、なんと大久保舞選手からこんなコメントを。早速ご声に甘え今回もお願いしちゃいました。すごい、リフティングなら欲しい。今回の宿題はもも以外も使ってのリフティング10回に挑戦です。ということでまず、私の今の実力を見ていただくことに。いやいや、見られてると緊張しますよね。緊張します。そうだよね。いきます。見てくださいって言われるとね。やばいやばい。おあ今ので何回だ。3回。3回ぐらい。やばい、難しい。軽く5回はいけますね。桃以外が本当に難しいです。大久保選手曰く、リフティングがしっかりできるようになればドリブルなどのボールタッチはもちろん体幹も良くなるとのこと。舞選手、ご指導お願いします。ボールの中心捉えたら結構まっすぐ返ってくるんで、へー、そんなに動くことなくできると思います。足のポイントがあるんですか。足首に近い方で切り上げたらまっすぐ切るかもしれない。でもなかなかこう上に上がらなくて。そうですよね。それは難しいなと思ったんですけど、足がつま先が曲がっちゃってると、上がっちゃってると極端な話こうなっちゃうんですよ。あー、こっち側に自分の方に変に回転かかっちゃって難しいんで、なるべくつま先はフラット。はい、ずれたら自分がそのボールの中心に入るっていうのも意識した方がいいと思います。でもやっぱ最初は中心捉えるって意味では最初ワンバンからやったじゃないですか。はい、あれが一番あの練習方法としてはいいと思います。バウンド。舞選手のアドバイス通り、まずはボールをバウンドさせながら10回を目指します。よく使えてるから。しかしそれでももちろん簡単にはいきません。いやいやいや。舞選手に見守られながら何度も練習を重ねていたのですが、ここで衝撃の事実が。何？安藤さん実は左利き説です。確かに安定しますね、左の方が。左利きということで片足ずつリフティングをしてみると、どうなります？右足でいきます。確かに左の方がなんかやりやすいかもしれない。左利き足。おいいよ。5、6。あ、もう勝ちだ。6回できましたよ、もも入れて。すごいじゃん。左の方が安定感すごいですよ。左利き。23年間生きてきてようやく自分の利き足を知ることができました。その後しばらく練習を重ねていると、サッカーやらんと気づかないよね。もうちょっと蹴る強さを。お、いい感じ。2、いいよ。3、うわ、4、5、6、安定感する、左足。8、もう一回。9、いける。10、いけた、いけた。素晴らしい。
途中でトリックペラありましたけど10回は10回なんで、なんとか第一関門突破しました。いやもう緊張の1回ですよこれ。緊張、まずそれ緊張をなくそうそこからリラックスリラックス10回できました。バウンドありです。いやよかった。素晴らしい。バウンドなしで連続でやるコツってあったりしますか？やっぱこの足の入れ替えですね。だからやっぱその時間作るためにはちょっと滞空時間を長くしないといけないんで、蹴るの良さ。そうです。ここまで来たらあとは練習あるのみ。いただいたアドバイスをもとに反復練習を繰り返します。そしてついに披露の時が。とりあえず10回っていうよりかはもう5回目指していきましょう。5回、わかりました。いきます。うわっ、うわっ、無理だ。もう一回、もう一回、もう一回、無理じゃないよ、無理じゃない、無理じゃない、大丈夫、大丈夫。何やってんの。泣きの一回、怖い。うわー、4回。うわ悔しい。惜しいです。悔しい。伸びしろです。でも本当ですか。でもワンバウンドではもう10回できますもんね、ほぼほぼ、はい、素晴らしいことです。いや本当にご丁寧に教えていただきありがとうございます。ここで舞選手の練習時間もあり、無念のタイムアップ。悔しいですが、すぐにできるわけではないですよね。しかし、Kさん、もう一度だけチャレンジさせていただいてもいいですか？もちろん。ありがとうございます。やりましょう。ということで、この後生チャレンジさせていただきます。すごい。わー、楽しみ。ということで、チカダちゃんには準備をしていただきました。この後、リフティングを生披露していただきますけれども、チカダちゃん、意気込みをお願いします。いや、もう心臓飛び出そうです。すごい緊張感が伝わってくるんですけど、ね、さあ、小林さん、ケイさん、一言ずつエールをお願いします。チカダちゃん、すごいたくさんの人が見てるかもしれないけど、頑張ってください。ケイさん、お願いします。もうプロの方にも教わったんで、これは10回間違いないでしょう。信じてます。すごい見えない重圧がどんどんなんかちょっと緊張感が漂ってまいりましたが、それではチカナちゃん、準備はよろしいですか？はい。さあ、それではリフティングチャレンジ、果たして10回成功になるのか。10回ね。はい、ではお願いします。1、2。うわ、怖い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 。ちょっと今見なかったことでした。もう一回行きましょう。ダメだ、そんなのは。そんなのはダメだ。今のは何回、何回、今のは今のは3回。あれ、もう一回行きましょう。もう一回、時間の、まだある、今まだ緊張ちょっと、もう一回、もう一回ですか？オッケー、よし、大丈夫、もう一回行こう。お願いします。それでは行きましょう。お願いします。惜しい、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 惜しい。ではちょっとリプレイ見てみますか。リプレイ、はい、見てみましょう。惜しい。出ますか。はい、もう2回目やるときもプーってなんなかったし、ね、あ、来た来た、あ、出た出た出た、よかった。1。でもね、1回目2回目のこう上げる角度良かったんですけど、うん、その回収も含めてさ、チカナちゃん、はい、大丈夫。サッカーの試合中誰もリフティングしてないから。大丈夫大丈夫。その通り、その通りね。ちなみに、どうしてチカナちゃん含めて、これからリフティング上手くなりたいっていう子供たちに向けてのアドバイスっていうのはありますか？あの、大久保選手も言ってたけど、はい、足首の角度ってすごく大事で、こうまっすぐピーンってこう伸ばす。伸ばしたところにボールをまず当てるっていうところがすごく難しいので、うん、足首をきれいに伸ばせるか伸ばせないか、ここが一つポイントかなと思いましたね。はい、うん、さあ、今回は、うん、惜しくも10回成功ならずと。ってことは、このチャレンジはまだ続くっていうことで。もちろん、もちろんできるまでやりますよ、ね、はい、ということで、チカナちゃんの今後の成長にもぜひご期待ください。それでは続いてはこちらのコーナーです。正直手応えしかないですし、突き抜けた存在、突き抜けたチームになれるんじゃないかなというふうには思います。準備は完璧。悲願達成へ、両チームの意気込みに迫ります。
富士山の麓で行われていたキャンプを終え長野に戻り、軽いメニューで汗を流すパルセイロの選手たち。およそ1ヶ月のキャンプを高木監督はこのように振り返ります。今シーズン登らなければいけない山っていうのは明確 でこの4週間でやってきたことは、その山に対して我々はこのルートで登るよという道を共有できたこと、でその道にはこういった難所があって、そういった難所があった時にはチーム全体としてこういうふうに対処していくよというところを共有できたこと、あとはもう本番で準備してきたことをチーム全員で協力しながらそれを遂行するというところですね。チームとしての方向性をしっかり共有しながら高い強度の練習やトレーニングマッチを行い、選手たちには確かな自信がついているようです。正直手応えしかないですし、早く開幕して自分たちが積み重ねてきたものを、まあ、サポーターの皆さんと戦って、まあ、結果を出していきたいなという思いでいます。チームとしてもそうですし、個人としてもいい形でキャンプを終えられたんで、それをリーグ戦にぶつけていきたいなと思っています。トレーニングマッチでは J1 の京都サンガ FC とも対戦し、チームとしても大きなものを得られたといいます。やっぱり J1 の、まあ、スピードだったり球際だったりっていうのが、まあ、やっぱ改めてすごいなっていうふうに思ったのと、もっと上手くなりたいと思ったし、まあ、ここでもう一回やりたいっていうふうに思えたので、僕自身もチームもすごい意味のある試合だったんじゃないかなと思います。明日の開幕戦では昨シーズンのキャプテン秋山選手が所属する FC 大阪と対戦。昨シーズンは一度も勝てなかった相性の悪いチームですが、準備は万全なようです。難しさというよりかはもう本当楽しみでしかないですし、まあ、秋も出てくるか分かんないですけど、まあ、強みも弱みも知ってるんで、本当そういう選手とやれるのは楽しみですし、しっかり準備してきたものを表現したいなと思います。まあ、そしてやっぱスタートダッシュってすごい、ね、大事だと思うし、まあ、大阪は去年2回とも負けてるので、まあ、すごいいい相手だと思うし、いいチームでは強いと思うので、まあ、でもキャンプでやってきたものっていうのを考えていた僕たちの方が強いと思うので、開幕戦しっかり勝って長野に帰ってきたいなというふうに思います。悲願の J2 昇格へ、先人の谷を駆け上がります。とにかく力強く我々が制覇しなければいけない山を登り続ける、で難所に対して全員で知恵出し合って準備してきたもので、その難所を攻略していくと、それに尽きると思ってますので、強い気持ちというものが強い姿勢となって、しっかり皆さんを応援していただける、皆さんは次を見たいと思ってもらえるような我々でいたいと強く願ってます。一方、鹿児島県でのキャンプを終え、現在も鹿児島市内で最終調整を行っている松本山雅。下田監督はキャンプをこのように振り返ります。簡単に強いチームは作れないので、時間をかけながら、選手たちがいろんなことをすり合わせしながらというコミュニケーションを第一に考えてきました。で、去年残ってくれた選手と、新しく来た選手がどれだけ融合できるか、みんなで同じような絵が描けるかどうか、それを練習やミーティングや長い合宿生活の中で、コミュニケーションを取ってくれればいいなと思ってたので、その目的はこの1ヶ月で十分できるようになったかなというふうに思ってます。キャンプを通して J1 のクラブをはじめ7試合ものトレーニングマッチを行い、実践的な練習の中で自信をつけたようです。手応えはすごく正直に言うとかなりあります。マリノスさんですとか、そういう相手に対してもしっかりと自分たちがしっかりとボールを主導権握った中でゴールも奪えましたし、まあ、ミスがあってもしっかりと他の選手がカバーするですとか、そういうところで失点も防げてき始めたので、まあ、そういうものがこうキャンプの中で試合を重ねるごとに守備面だったり、まあ、攻撃はどんどん連携も良くなってますし、そういうところで手応えを感じてるなと思ってます。キャプテンの菊井選手はズバリ今年の山鹿の注目ポイントをこのように話します。まずは強固な守備っていうところを見ていただきたいですし、攻撃の部分はより去年よりもアグレッシブになっていると思うし、ゴール前でのアイディアとかスピード感クオリティっていうところは間違いなく自分たちの良さだと思うので、そこで
まあ、J3 では群を抜けるように攻撃の中でのクオリティっていうところも見ていただきたいなっていうふうには思います。開幕戦はヘゲバジャーロ宮崎とアウェーで対戦、本拠を占う初戦で目指すのは勝利のみです。開幕戦ってことに関してはもう内容よりも結果で、今年の山がやべえなって周りのチームに思ってもらえるようなプレーとか、そういうのもしていきたいなとも思ってます。まずは本当に勝つことだけを考えて、そのために自分は何ができるかっていうところを90分間やり続けられたらなと思いますし、まずは勝つこと、そこだけを意識したいなと思います。 J2 昇格へ強くなる戦いが始まります。一番シーズンの最初のミーティングで覚悟と野心という話をしましたけど、本当に今年はその覚悟と野心を持っている選手が多くいるなというのが実感してます。で、僕自身も本当に覚悟を持って今年戦うつもりですし、絶対に上に上がっていくっていう野心を忘れずにやりたいなと思ってますし、そういう気持ちをちゃんとピッチの中で体現していいサッカーをやって、ちゃんと勝ち点3を取りたいなと思ってます。両チームの意気込みお聞きいただきました。小林さん、両チームで一番何が変わって、はい、うん、今シーズンの見どころ、ちょっと教えていただけますか。まあ、何が変わったか、でもやるサッカーはもう基本ベース変わらないと思うんですよ。ただ、リーグ戦に入るにあたって選手も言ってたけど、やっぱスタートダッシュっていうのがすごく大事で、キャンプでやってきたことをスタートダッシュすることによって自信に変わるんですよね、うん、自分たちがやってきたことで結果につながる、このサッカーで大丈夫だっていう、その結果が大事なので、まずスタートダッシュかなと思いますね。スタート出しということはアウェー2つ続きますが、両チームとも連勝で帰ってくる、はい、最高なパターンですね。ただ難しいのがやっぱり1年間戦っていく中で一喜一憂しないで、とにかく最後自分たちが昇格すればいいっていうところにしっかり目線を持っていければ、1年間しっかり戦って最後昇格する、まあ、1年ですから ね、山あり谷ありですからね、この辺含めて頑張ってもらいたいな。いやでも近々いよいよ開幕というところ、本当にこう応援する我々するとワクワクします ね。もう本当に J2 に行っていただきたいなって思ってるので、もう私たちが精一杯応援して、それを選手たちがつなげていただけたら嬉しいなと思います。いよいよサッカーの週末がどうした、帰ってきました。幸せなシーズンが始まりますね。本当にもうワクワクしてます。はい、まあね、J3 史上もう最も難しいシーズンと、はい、ね、各監督もおっしゃっていますけれども、圭さんね、まずは6位以内に入ればいいんです。6位以内に入りましょう。プレーオフがありますから、ね、今シーズンは、はい、さあということで、開幕戦はいよいよ明日となっています。両チームの勝利を信じています。さあでは続いてはこちらです。狙ってる部分は順調にこう来ている状況なので、女子サッカー WE リーグもいよいよ再開、後半戦の巻き返しへ熱気あふれる練習に打ち込むチームに迫ります。いよいよ来週末に再開する WE リーグ、11月下旬からリーグ戦4試合勝ちなし、9位で中断期間を迎えたパルセイロレディースはオフを挟み1月下旬に再始動。その後クラブ初となる11日間のタイキャンプを実施して後半戦の巻き返しを図ります。タイで個人の、技術的な向上をこうポイントに挙げてやりながら、まあ、今順調にチームとしてはリーグ戦に向けて準備ができている状況です。今が80としたらやっぱ100のところまで、まあ、来週上げていければなというふうに思ってます。後半戦はより攻撃的にっていうのをチームのテーマとして決めていたので、大遠征で暑い中厳しいトレーニングをみんなで積んで、まあ、よりチームの中での球際の強度だったりは上がっているかなと思います。気温が35度を超える中、フィジカルの強化や動きながらのパス、ファーストタッチなど個人の精度を高めながら現地のチームと練習試合を行ったタイキャンプ、その成果は丁寧に、そういう意識を高めてやってるってことは現実のピッチでは見える次第です。 B リーグの中での強いプレッシャーに対してその辺がこうプレッシャーに負けずにできるかどうかというところが一番、まあ、大きなポイントだと思いますけど。そんな中、イベントなどで現地の人たちと交流した選手たち、そしてオフの日には
ゾウに乗れたことは人生初めてだったので、すごい思い出になったかなと思います。ね、思った以上に皮がすごい厚くて硬かったですいいな。みんなでそのパタヤビーチに観光に行った、パタヤビーチ行ったんだ。海を見ながらちょっと、大人のジュースをいただいて似合うだろうな広瀬監督な、ね、いやメリハリ大事ですよね。まあ、こういった、ね、ことを通じてチームとの仲もね、確かに。さあ、いよいよ1週間後に再開する WE リーグ後半戦にかける意気込みは。まだこの順位はどんどん変えていけると思うので、後半戦は1試合1試合目の前の試合全力で戦って、より1試合でも多く勝ち点勝利をつかんで順位を上げていけたらいいなと思います。チームとしてのその攻撃守備のところがある程度整理されてきたかなというふうに思っているので、掴んでくれたら、まあ、いい結果も出てくるんじゃないかなと思ってます。去年以上、それとともに上位のチームが一つでも二つでも食えるようなゲームをしていきたいなと思ってます。さあ、ゆう、びっくりしました、はい、今まで広瀬監督から出てくる言葉は、今までは走りとか、はい、気合とかだったじゃないですか。そうですね、それは今回、はい、個人の技術の向上を目指すって出てきたんで、はい、もう走り込みは完了しましたね。もうどこにも負けないスタミナはゲットしたんで、フィジカルの戦いはこれは楽しみだ、はい、ねえ土橋さん。そうですね、またタイでキャンプするって、うん、個人的なそのフィジカルのねベースがこう、はい、熱いところでやると上がったりするのでね、うん、フィジカルのベースも出来上がってるし、だってパタヤビーチに行けるだけの余裕がある。余裕ですね。これはチームとしてのね、はい、力じゃ。でもリフレッシュはね大事ですから。すごい、これ楽しみだったな。いやいやいや、広瀬監督やっぱりすごいな。さあ、どんなチームに仕上がっているのか。WE リーグのですね、再開は3月3日、パルセロレディースはですね3月3日日曜日、長野 U スタジアムでの対戦となります。ぜひこちらもね期待しましょう。ケイさん、いや、パタヤビーチで大人のジュース飲んでる広瀬監督見たかったな。写真、はい、似合うだろうな。さあ、ということで、パルセロレディスの情報でした。それでは週末の試合情報です。さあ、いよいよ今シーズンが開幕します、うん、明日ともにアウェーでの対戦ということになってまいります。ご覧の日程での対戦です。みんなで紳士のチームを応援しましょう。さあ、そして番組からのお知らせです。来週3月2日土曜日に信州名鑑のコーナーで、番組でもおなじみの元日本代表田中ハイマさんにご出演いただきます。そこで視聴者の皆さんにハイマさんに聞いてみたい質問をマイちゃんアプリで大募集します。メニューのプレゼント応募参加からご応募ください。締め切りは2月の27日火曜日までです。皆さんの募集をお待ちしております。土橋さん、何か聞きたいことありますか。はい、僕ですか。はい、メモっときますんで、今何かありますか。代わりに聞いておきます。何ですかね、何か普段何してるんですかとか、ね、あれ、今日土橋さん、ハイマさん、そんな興味ない。いやいや、そんなことありますよ。あったありますよ。普段会うんでね、普通にこう会話もできるんで、改まってっていうと何かあるけどね。信州サッカー界のバランサーがあたふたしている。こんなあたふたしているの見たことない。どうだ、まあ、いろんな、ね、質問募集します。ちょっとなるほど、はい、あ、こんなこと聞いちゃっていいのかなっていうのも皆さん、ね、お待ちしてます、お寄せいただきたいと思います。さあ、そして改めてですけれども、土橋さん、いよいよ明日、はい、我らが信州のチームが開幕戦を迎えているという、楽しみですね。改めてこう期待するところ、まあ、やっぱり皆さん期待するのは勝ち点3だと思うんですけど、もうとにかく選手たち一喜一憂しないで、まあまあスタートダッシュ切れればね最高ですけど、最後昇格を勝ち取るためにみんなで頑張りたいですね。で、ちかなちゃん、いよいよ明日開幕、いや、もう本当に応援してます。頑張ってください。さあ、ということで、はい、リフティング頑張ってください。自分に勝ってきました今。跳ね返ってきた。さあ、開幕戦の様子はですね、帰国選手を徹底取材いたしました。あ、そうなんだ。来週また放送いたしますので、ぜひこちらの結果もご期待いただきたいと思います。ハイマさんへの募集も、質問も募集しておりますので、ぜひお寄せください、はい、では今週の帰国選手はこの辺で失礼します。また来週です。さようなら。